こんばんは、うどんです。今日は信長の野望新生 PK、三方ヶ原の戦い、浅井長政やっていきましょうか。1572年三方ヶ原の戦い、もうすでに浅井家はかなり追い詰められてて、城一個スタートですね。70年だと沢山持ってるんですよ。72年だと微妙に、ほんと微妙、これ国勢ほとんど変化ないんですけど、70年と72年、もう多分唯一の変化、あ違う、そんなことないか、津軽が独立してんのか。津軽が独立してることと沢山が落ちてることぐらいですね、沢で。でね、磯野がいないんですよ。72年、磯野と、あと遠藤、磯野と遠藤がすでに死んでて、いや磯野は裏切った後、磯野を裏切って遠藤が死んでるっていう。あ、 BGM 聞こえない、しっけしっけ、さっきあの BGM オフにしたんだった。というわけで、行きましょうか。いやー、すでに小谷一条、同盟は変わらず。ちょっとね、遠藤と磯野いないのね、結構ショックなんで、あのちょっと詰まったら70年にするね詰まったら70年にする。エースは東堂高虎、もうほんといつだっていつだって役に立つ東堂高虎。お市、宮部、海保、堀、赤尾、浅井、スケッチか、混乱。よし。ただね、東堂がね、いてくれるかどうか問題もあるんですよね。もうちょっと今回チュートリアルありでいこう。チュートリアルありでいこうっと。よし、チュートリアル俺にください。乱世に打って出る。もうチャチャとかね、あげれればいいんですけど、東堂に。浅井は桜を制した織田信長が、もう制された姉川。いやー、連兵所作りますね。まずは連兵所か考えですね、最初に作るの。武田信玄、生涯最大の試練に。久保、足利義昭にも動揺を与える。そう、足利義昭も開幕もすでにあの信長の敵に回ってる。もうほんと東堂建設が頼みですね。さあ、東堂建設に連兵所からお願いしましょうかね。連兵所、東堂建設、あー、代官に入ってるな。東堂おめえ、代官やめな。心得まして。あー、ちょっとあの改めて状況から説明すると、1572年、浅井一条、朝倉はまだ健在で、足利がすでにあの織田から寝返った、裏切った、織田と手を切った後、あ、いや、多分この直後に手切ると思う。この直後に手切ると思うから、そうですね、六角もまだ健在、伊賀上野城。まあでもこれ、足利実は僕、同盟しないから、下手すると足利が攻めてくるんですよね、これ。ひどい話ですけど、もうどちゃくそひどい話なんですけど。よし、城か、連兵城、東堂建設、1350、無重視だって攻めてきましたよね。農村優先、いや、入り合い地にしておこう。よし、ではこれでお風呂。いやー、兵力いきなり 1.5 倍。よろしい
味ですか。プラス50円で労力4を初期のお金を初期のお金を灌漑か商人町かのレベル2にしたいですね。商人町の場合金171、灌漑の場合兵士プラス675。商人町欲しいっすよね。商人町欲しいな。どっちかな、どっちかな。まああえて商人町にするか。いやーそのお金さ、お金さ、結局攻められたらなっていう、あの攻められないようにするのがとにかく最優先だったりもするから、まあまあちょっと一回金にしました。とにかく東堂で、中に入れる武将は正楼を2つ入れたい。正楼2つと正楼2つ必須。公平工作所欲しい。石田はこれ石田の先方次第かな。底力と違ったら底力を選ぶ。ありがたき幸せで精度もすぐ取らないとね。もう一つは忍び人将かな。石落としも悪くない。いやダブル公平にするか、ダブル工作にするか。あのお市を入れる場合防衛設備が微妙なんですよね、材木庫。ただまあ混乱は強いよな。ありがたき幸せにございます。で政策に制度に最優先。いやーね、あの結局3つのルート全部敵が来るから、いや 上が来ない可能性はあるんですけど、多分3つのルート全部来るだろうからね。材木庫置いてる余裕がないかも。あとね、せいろね、前に置くのは意味、そんなに意味がないんで、後ろに置きたい。あ、そう、イベント。有効にしときましょう。甲状腺で負けるとイベント見られます。もう今回、ちょっとあのイベント、せっかくの新ムービーなんで、場合によっては見よう。何、甲状腺負けなきゃいいんでしょっていう。さあ防衛拠点、担当区域2つ目に正楼、2つ目に正楼置く、レベル上げとく。で1つ目は工作兵を置いて時間を稼ぐ。まあ軍楽人か。材木庫がね結局届かないんですよね、あんまりうまく。あんま意味がないなっていう。ここでもお市だしね。ちょっとねあんまり範囲がよろしくないんですよね。で、あの北から来るルートがこれここなんですよ。一箇所だ、一つだけ。これ東堂高虎にした方がいいかな。人次郎後で東堂に変えるかも。よし、まあ。ただとっさに東堂に変えるってことができないから、おっと いっぱい風分来たぞ。一条兼沢追放、三方ヶ原の敗戦、天子最高、鹿之助と信長、官兵衛と出会う、一条滅ぶ、赤備え山形正景。徳川もいずれやりたいですね、徳川とか武田も。さあさあ急いで兵を増やさないと。で次のお金はどうしようかな。
次のお金は軍開発に使うか、また貯めて、また貯めて考え、ちょっと貯めて考えするか。うん、まあもうちょっと変えるかも。代官、代官、宮部を東堂に変える。ありがたき幸せ。宮部を東堂に変えて、これ位置は変わってないよね、大丈夫だよ。防衛拠点。そう、この一つしかない場所は人次郎で、強撃無効、防御上昇、頼りになる人次郎。これ強撃ポイントですしね。よし、ここがね、ここがもう役に全然役に立たないんですけど、まあお位置に期待してですね。よしよし、バッチリ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 。ここはダブル混乱、スケチカとお位置のダブル混乱で時間を稼ごう。そうお位置のね、お位置の混乱こそがね設備ですね。でお金を、あ、ごめん、東堂また外すわ。来月、いや今月だ。取引、兵糧売却、考え作ろう。ちょっとまた外すまた変わる、また一回宮部に変えて。喜びにござる。東堂忙しい東堂忙しい。こんなの多分ね、シリーズ最強東堂ですよこれ。今回こんなに役に立つ東堂見たことないっていう。兵力プラス675、成し遂げてみせますぞ。で軍開発の商業入れていこう。比較的安全なのは北ルート。あ、どれか足んねえや。軍開発、小田の本体、旧作だとね、単に能力値が高いだけだったんですけどね。よし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 、なんならお金貯めてもう一つ作りてえな。でまた代価に戻す。またお金貯まったらなんか作ってもらいましょう。トート高虎、ありがたき幸せ。あとはね、ここにね入れられるはね本当に最高なんですけどね。金銭収入 20% ぐらい下がっていいからさ、入れたいんだよ、入れたいんだよな。今はちょっと どれ入れてもしょうがないかなっていう。技法系、技法系、技法系、技法系。いやー、むず、いやー、どうだろう。そうそうそう、アザイのね、制作ね、アザイの制作入れといたの、今ね、100円が欲しいんすよね。今、100円がねっていう、100円すら欲しい、今。ちょっと小銭貯めるか。もう一つ考え作るか。でも周りっつったって将軍しかいねえから、まあ朝倉ともかくで、その将軍も将軍だけだからな。泥売却、さあ金1000になった。でまた代官外す、また代官外す。朝倉の援軍は頼り、まあうーん時間稼ぎぐらいには。もう一個商人前行く、いや、ここで矢倉、耐久上限プラス600、耐久6000、耐久6000か、まあ今ちょっとまだ商人町優先するかな。商人町、商
商人町、いやもう一個連兵場ってのも案外ありだよな。もう一連兵場、考え連兵、米丼もいずれ欲しいしな。うん、考えも全然ありですね。考え作るか。そう、ダブル連兵もありなんですけど、まあちょっと、まあ試しですね。ダブル連兵にするんだったらもうちょっとお金が欲しい。来月ですね。来月ダブル連兵にしましょう。ダブル連兵システム1350。任されました。わあ、動いた。どこに行ってるこれ。ああ、まずは長島ね。まずは長島。あ、将軍だ。これ信玄が死んだな。織田と手を切った。将軍に言ってますね。将軍、そうですね、坂本城が落ちたらもう確定ですね。わあ、ちょっとなんか出そうかなと思ったけど、あかんなこれ。坂本にすげえ軍勢来てる。ほう坂本城が落ちた直後とかに盗むつもりであれば、ここを占領しておく。遅れずついてまいれ。努力4。お金も欲しい。撤収。命令を下せ。坂本当然瞬殺。坂本瞬殺したとこ、あ、いやいや、次が来てるな。おかわりが次々って、部門統領萎縮不要。いや、行くか。今坂本に行くか。僕がこの小谷を減らすことがちょっと、光秀と国衆、いかにすべきか。城攻めよ。遅れてはならぬ。我が部の見せ所か。まあ坂本取ることで何かいいことが起きるかって言われたらあれなんですけど。遅れてはなりません。こっから坂本届く予定。我が部の見せ所か。皆続け。戦となるぞ。よし、布陣を始めよ。舞台か。ここは混乱で倒しましょう。まあ、徳が織田の兵をね、2500削れると考えると美味しいと思う。
調へ進みます。我が部の見せ所か。いかにすべきか。いかにすべきか。次の命令は何でしょう。まあさすがにこの戦い方だと見せ所か捕まえることがないんですけど、さて、おいつの混乱たまった。次の命令は何でしょう。いかにすべきか。ビギュー。白物どもを打ち果たします。時は今。邪魔者、正念場ぞ。奮い立て。さあ、ダブル混乱で。貴様に示さん。そうですね、とどめに混乱使えばワンチャン。ただね、僕ね、これぶっちゃけ今1572年じゃないですか。10年後の本能寺もね、十分視野なんですよね。これ10年後の本能寺を視野に入れると光秀死ぬべきではないんですよね。仲間になるんだ、ともかく。おお、減る減る。城を攻め落としました。あのね、本能寺にね、あの小谷は条件じゃないんで。使えてみるも良い。あ、一人仲間になった。この勢いで機内統一、この勢いで機内統一、近畿統一ね。あー、今回あの近畿と機内で、あの天下統一には機内で、地方は近畿なんだね。坂本城を落とした。坂本城を落とした。あ、久政でも久政の入れとくか。久政ポーンと入れて、こう。士官やった。お、木村定めです。まあまあいいじゃん。統率74、政務77、鉄壁かく乱。いいいいいいよ、いいよいいよ。鉄壁持ちってことは多分あの、ご加盟とあらば。鉄壁持ちは確かね、施設も有効なやつだったと思う。あ、木村重成のパパはこれでいいんだっけ。いやー、坂本をね、籠城設定、坂本、まあでもどうせ落ちるからな、籠城設定って人入れとくか、入れとくか、人。ただ、坂本城で籠城した人間がみんな死にかねないなとは思うんだけど、1234。いやー、若干ね、その人入れて捕まった時がね、きついよなと思う、今。でも籠城するのは悪い選択肢ではないな。ただ兵が回復したらね、兵が回復したらにしましょう。救護所籠城設定はしといて。いや、いらないやつはなかなか。いや、でもいらないやつを入れても、いらないやつイコール役に立たないやつだからな。そのやつを入れても、正楼、あ、そうそうそう、やっぱ鉄壁、そう、鉄壁、これ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 、正楼正楼。木村が早速有効だな。正楼1人入れときたい。赤尾木村に変える。感謝いたす。赤尾木村に変える。あ、で東道建設に考えしてもらうとかね。
東堂建設の出番。いやー200人、赤尾、赤尾行ってくるか、赤尾行ってくるか。ただまあもうちょっと兵回復したら、兵もうちょっと兵回復してからにしましょう。とりあえずそうなんですよ。そのいやー織田に強化した方がいいだろうっていう話ですよね。金収入が欲しい。そろそろプラス195、やり遂げてみせましょう。さすがにね、坂本はね、織田に優先ですね。将軍様今勝利、二条前の昇龍寺で激戦中。あれこれ旗野と赤井が八木を攻めてるのか。これ援軍か、違う、援軍じゃねえ、制圧だ。織田にガチガチにして攻めてこないになったら、それはそれで僕ね、戦略の勝利だと思うんで、弱小国生き抜ける道ができたとも言うんで。神戸捕まっちゃった。三木合戦、秀吉播磨に赴任播磨どこに赴任するんだっていう。手取り来た、高速手取り川発生、七尾城。いやー、さすがにこれ落とすのは難しいよ。手取り川は相変わらずですね。労力ゼロ、ヘルク420。ここだから増やしましょう。心得まして。手取りが1570何年だっけ70何年だっけ本来。そうですね、結局上杉勢は本願寺に攻め、加賀に攻め、77年か。もう一織田に行きたいな。もう一織田に商人連兵考え、ちょっとこれ欲張り米丼、欲張り米丼、いやー米丼はさすがに欲張りすぎかな。お、やった、農地開墾来た、農地開墾来たで、これはでかい。どうやら信長は将軍に夢中みたいですね。あ、東洋来てる。これ誰くん、あ、ちょっと待って、いやー、だって石田三成の可能性あるじゃん。石田三成、大谷義嗣の可能性あるじゃん。これはこっちかな。三成、大谷義嗣の可能性あるから、これは大農村よりこっちかな。考えがあります。そうですね、米売りましょう。いやー、小田にピックアップはいいですよ。小田にピックアップガチャ回すべきですよ。優勝席突っ込んでいいですよ。米を無理やり売って、いやーもう米なくなっていいや。米無理やり売ろう。米無理やり売って、わかり申しました。これ敵がいつ攻めてくるか分かんないから、代官にしがたいんですよ。これ代官、これ何日で切り替えだっけな、正確に。ちょっと確認してみよう。浅井助近を、浅井助近を変えました。幸せ。5日で済むんだったらギリギリまで。よろしいですかね。止めしたい。いいわよ。
あ、そうそう、これ、このシナリオを、浅井朝倉の同盟が1年しかないんですよ、なんと。いつも永続同盟みたいな感じなんですけど。英雄として迎え入れようぞ。三つ谷ね、自動士官だとありがたいですね。御所が燃えてる。そう、僕も援軍かなと思ったんですけど、援軍断るしかないですからね。あ、ちょっと。いや、でも混乱。貴殿にわしを扱えます。まあレアもなアンコモンぐらいじゃない。そう、まあ混乱もついたけどありがたいかなっていう感じなんですけど、ちょっと宮部の方に入れておこう。門に来ます。農地開墾中。片桐定隆。おー、ふーん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 、片桐の息子。いや、息子じゃないよね、19歳の。弟も士官すんの？自動士官なの？まあでも、まあいい能力じゃないですか。一生懸命あるし。兄がいるとこに弟も自動士官とはね。なんか、父親がいると息子が士官してくるイメージあるんですけど、兄がいたら弟が士官してくるってイメージじゃないな。やりました。よしよし、なんか結構しっかり内政できてんな、これ。じゃあ欲張るか、坂本。坂本を欲張る。坂本欲張る、欲張る。多分まあ足利と長島、足利、六角、この辺りを滅ぼしたから次ぐらいのターゲットじゃない、順番的には。あー、確かにここまでは、確かにここまでは別に何もね、選択肢なかったからね。選択肢ないところまではフリーズ対策してもいいと思うんで。お金貯めて米問屋にするか、坂本も欲張って連兵所を作るっていうのは選択肢かなっていう気がする。まあ、あと単純にこれね、単純にこれね。2条行かない、行かない、行く米がないし、まあ、武将が欲しいかって言われると、まあ、欲しいけどな、まあ、まあ、無理でしょうね。ヤギ城落ちてるわけでもないし、図が高い。そうね、坂本もダブル連兵突っ込むのありですね。4900。あれ、あー、つついなんだ。へー、つついか。へー、将軍粘りますね。でも将軍が粘ってるうちにたっぷり内政しておきたい。内政すればするだけありがたい。じゃ、坂本城にダブル連兵置くか。いや、無視してるなら無視してくださいって感じですね。努力足りない。もうみんな可能な限り粘ってほしい。じゃあ、ちなみに、うどんなのはうどんが好きだからっすよ。
そんなもんすよ、ペンネームなぞ。代官確認。石田正純お一。石田正純5日で終わるから、まあちょっと突然までいじっとくか。よし、ここで5。あとはもうちょっと、もうちょっと、もうちょっとここら辺軍開発しときましょう。北ルートがね、北ルートが安全になったのもしかすると結構でかいかも、これ。まあ坂本城のおかげで、小谷の北を守るための坂本城と考えると大いに価値はあったかもしれんな。あら、あら、上杉が、怒涛の上杉。上杉と朝倉って、ちょっとこれ朝倉、ケツに火が、火ついてませんか、これ。坂本城に連兵上皇。500円、まあ仕方ない。本願寺が、加賀陥落。あ、荒木村重独立してんじゃん。荒木村重が独立中。荒木軍ね。あれ、高山右近がいない。あ、右近はいないんだっけ、高山右近は。あ、でもパパもいねえな。荒木のとこに高山右近のパパがいるイメージがあって、でパパが結構精明で有名、精明だし、まあまあ有能なんですよね。上杉外交か、敵視。おい、義と義が一つになる時が来たのに。上杉はね、リミッターは分からん。なんか上杉そもそもリミッターかかるほどの動きを見せることがないから。まあ敵の敵は時なのか。筒井が滅ぶ。筒井が滅んだら次は絶対足利のはず。その次はうちだから坂本城間に合うな、これは。連兵、坂本連兵行きましょう。あ、やった、鉄砲来た。鉄砲来た。ただですね、鉄砲あれなんですよ、敵に踏まれると消えるんだよね、これ国とも。だから実はそんなに役に立たない、籠城戦では役に立たないイメージがある。うちね、砲術使いもいないですね、多分。砲術ゼロだからな。ちょっとまあ優先順位下だね。で、籠城戦するときって踏まれるじゃないですか、どうしたって。だから消えちゃうんですよね、どうしたって。籠城でも消えたと思うよ、多分。後々取るけど、まあちょっと優先的にはこっちかな。遂行いたします。連兵から坂本城連兵。お、おみかちゃん。おお、みがちゃん引くしかねえな、おみがちゃん。あー、ごめん、今ちょっとごめん、ミスった。そうそう、東堂だよ。やっちまった。やばい、いかん。ちょっと今脳がアホになってる。今のアホだったな。よろしいですかね。あー、上杉来ちゃった。お断りだ。話にならんな。今のボンミスですね。今のミスったな。すまんが兵出せん。さすがに出せん。
そうなんですよね。本城は踏まれると軍は破壊されちゃうんですよね。防衛城はね残るんだけど、なんかちょっと本城も残ってくれてはいいのにって思うんだけど。人よろしいか。江口。江口か。まあ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 、まあ、よし、君にいい領地があるんだけどどうかな。いやいやいや、ちょっといい領地ありますよ。坂本城っていうところなんだけど、坂本城のね領地をね君にプレゼントしたいね。20年。よし、ありがたき幸せ、お使いいたそう。江口はまあまあ有能だから、知略80。あ、知略80もあんだ。江口昔の斎藤利光みたいな顔しやがってね。にわ家臣、前田軍に夜襲をかけ大戦果。おお、そこじから一所懸命。いいじゃないの。一所懸命持ちは確か、これ領地施設ここで見られないのがね、見られないよね、見られないよね。まあここで見られるんだけど、領地施設は材木庫。一所懸命は材木庫ですね。まあ一所懸命と材木庫、まあ分からなくもない。今奉行何も設定してないですよ、お金がないから。何も設定できない。火災ぐらいなら設定できるんだけど、久政しかなくて。ありだな、ありやな、ありだと思う。だって今織田にだけだったら、全然織田にだけだったらむしろ優先的に入れるべきですね。織田には軍開発でフォローできるから。ただ坂本が手に入ってるからな。まあいっか。感謝いたすぞ。よし、さらに兵が増えました。兵10,000。ちょっと坂本の開発が遅れるんですけど、その分まあ兵力ありきですね。いや、パンパンにパンパンに育ってきたな。ん、いや、奉行金かかるっていうか、だから意味がない。奉行入れても結局制度を入れなきゃ、制度が安くなるっていうもんだから。割引してもらうにもね元がないっていうね。あ、処理が落ちた。でもね、まあさすがにいずれは絶対来るんで、その時までにどれだけ内政できるかですよ。ヤギ城がもう落ちてる。かっこいい赤井直政。いや待って、これ将軍ラス位置かこれ。あ、いや来て、もう来ちゃってんのか。実は将軍に矢印つけとくっていうのは選択肢だなと思った。予約いかにすべきか。予約予約矢印。ただすでに敵向かってるから、城を落としてみせ。あと兵が、弾がでかすぎる。これ弾がでかくて米を無駄に消費しちゃう。国衆ね、あんまりお米がないから。あとずっと国衆ってわけにはいかないから、まあ国衆にしとくか。120日あるのか。しっけ120日。城を奪ってみせます。あとすでにあ、くつき元綱すでにね、二条御所に部隊が出てるから、まあ意味なかったかもしれない。これらをすべて耐えきれればなんですね。
で、籠城設定、籠城してくれよ。小田が赤くなったのは、僕はこれ、あの小田ルートを通ってるから。いや、違うな。小田が赤い、小田が赤い、あ、単純にこれ小田領を通ってるからだよね。いや、いや違うな、これどっちも違うな。あー、観音寺の通ってる、あ、ここか。で、一応入れとくけど。承知いたしました。一応入れた。あれ、嘘、あれ、あ、イベントだ、イベントだ。そうか、イベント消滅か。いやー、あの多分二条御所に触った瞬間終了だったんだな。どうかご命令を。あったな、イベント。これ来るな。これこうなるともう次うちか。いや、まだまだまだ荒木がある。これ何？一色軍が、一色軍は野津山攻めてんの？はあ、乗じますな。僕、朝倉も次は同盟切りましょう。残り2ヶ月、朝倉家を保護しましょう。山崎義家がいる。まだ山崎義家がいる。あと混乱影明がいる。あと朝倉殿がある。そもそも上杉軍今この辺りだから、朝倉の同盟が切れる頃にうまくラス位置いけるといいですね。そういえばあの朝倉といえば、新しいマガラがね、新グラフィックと新個性もらってるんですけど、このシナリオ死んでるんです。姉川で死んでるんですよ、そういえば。次は坂本に施設を貸してくれる。坂本に施設を作る。あー、野津山ね、確かに野津山魚振るのはありだね。承知いたしました。朝倉でね、身分の低下を防ぐんですよ。かなり強い、かなり強いですよ。政策、どうだっけ。どうだっけ、どこだっけ。あー、ここだ。エイリン壁書きだ。敵武将投与時に身分低下を緩和。強い、もう純粋に強い。ちょっとこれもう汎用、これもう朝倉じゃなくて汎用個性に入れてくれ。汎用、新しい汎用に入れてほしいよね、こんなん。なんかあの高家とかさ、そこら辺に欲しかったよ。むしろすげえ強いんですよね。あ、僕実際ちゃんと取ってちゃんと比較したことないんですけど、身分低下緩和って身分そのまままでいきます？レベル3とかにしたらそこまで上がる？あれ、撤退してる。これ落とすの失敗か。レベル3なら維持だったらすごいね。最高で維持か。それはすごいな、すごいな。すごいな。でも確かにあの身分の高い朝倉家の武将っていうね。まあでも武将だから頑張ればいけるだろう。あ、やべ、来たな、これ来たぞ。これ
やばい、来た。東道建設最後の仕事だ。え、金がないわ。1985。来た。来ちまった。代官セット。木村はいい。あ、分かんなくなっちゃった。誰がどこだか分かんなくなっちゃった。一回入れ直しだな。人事郎の東堂を。に来ます。人事郎の東堂と、工作園の石田正嗣。違う、こっちだ。正純だ。石田正純。ありがたき幸せ。と、正論もう一つ、スケチカ。そうそうそう、これ。これがスタメン。で、東都建設もう間に合わんな。正論。上に正論。下に公平。で、こっちのラインは混乱。で、あ、こっちのライン敵来ないんだよな、そういえば。多分。じゃあ、人事郎だ。人事郎、ここに。こっちのライン来ないっていう前提で。あ、米売れば、いやーこ、米を売れば。ただ東堂くんね、もう作ってる余裕はないんちゃうかな、さすがに。で、そう、坂本にも来るから。赤尾、お前の喜びにござる。赤尾と公平、マサツク。公平と正郎、公平正郎材木城で、坂本城2方向から来るとしたらちょっと厄介。一方向だったら多分守れるかもしれん。もう一人混乱あつじ。感謝いたす。よし、北から来る部隊は小谷から迎撃したい。むしろで坂本一方向のみにしよう。公平工作所で時間を稼いでるうちに正論のレベルを上げる。これ僕の王道というか鉄板。公平から正論で、こっちラインは多分安全だと信じる。材木庫が本拠地に届いてる。これ届いてるならありがたい。よし。OKOK。武将はね、赤尾と江口が主力ですね。頑張れ、久政。いやー、こっちラインを守れるかどうかですね。坂本を防げるかどうかは。こっちに回ってきたやつを、くつきが出て、くつきがガイドビーコンになって、小谷からちょっと出て、迎撃できる。というのが理想で。ちなみに小谷なんですけど、これ職人召集が終わるんで、一応鉄砲レベルは一時的に上がるんですが、頂上です。で、まあでもそもそも鉄砲レベル 3じゃなっていうところあるんですけど、あ、今から東道建設はさすがにもうダメかな。あ、本当だ、後津山取りたかったっすね。後津山取りたかったな。もうそれぐらいできること。できるのはそれぐらいかな。砦を作って時間を稼ぐっていう選択肢もあるかなぐらいですかね。まあ、金ヶ崎はね、絶対欲しいですね。越前荒らされてますね。こ
これ上杉と勝頼って今同盟してるんだっけ。伊達北条毛利本願寺、北条と同盟してるからね上杉。さあまずは一戦目ですね。八木ももう落ちた。何？うん？マジか。4万。坂本のみ。ああ、いやいや、そんなそんなそんなことない。小田にも来てるわ。小田にも来て、ああ上回り込んでるよな当然。よし、朝倉援軍くれ。何用か申すがよ。ないわ。着弾のタイミングいろいろだな。2部隊か。これ3000プラス5500円野戦で戦うにはちょっとしんどい。いやいや、伊達に1万あるわけじゃねえぞ。勝てるだろこれ。3000、5000だったら5部隊出せば。いや、まあ籠城したいって話なんですけど。いやでもちょっと籠城してえな。籠城してえな。多分ね、5部隊出せばこれこの2倒せるな。ただ被害出るから。いや俺は籠城すんね。俺は籠城すんね。来たわ三成。三成来ちゃった。三成急遽代官やる？代官やる？君、君何作れるの？どこだっけ？能力か。石田三成。ああ工作兵じゃん。いいじゃんいいじゃん。ありありあり、全然あり。すごく良い。むしろお兄ちゃんの代わりに入る。感謝いたす。お兄ちゃんの代わりに入る。石田工作、工作だね。わかり申しました。ただの5日とかで終わるんで、全ての子が準備完了になってる。じゃあいいよ、小田には頑張ろう。小田に頑張る。これ清かなと思ったら違ったわ。お通夜だった。ちょっと遠目に、遠目に少し清、少し清風味があるな。あ、そう、確かに業務どこだよって話ですよね。あー、上ルート結構多いな。だ、国衆でもある。国衆ではあるな。あー、そういえばそうですね。あ、でもお通夜が寝返ったの、攻められたか。お通夜が寝返ったのって長篠の直前ぐらいじゃなかったっけ。だからまだ長篠発生してないから、まあまだタイミング的に、まあもともと歴史イベントでもね、お通夜寝返らないんですけど。あっ、あっ、あああああ、まだ怒ってる上杉。うわあ、敵視だなあ。仲良くしようよ。義と義が合体しようよ。うわっ、いさまさか負傷。家臣孤児の手の者。まあでも長政がやられなくてよかったよ。朝倉同盟延長する、あ、ちょっとまず一つ失敗、それですね。朝倉の同盟を延長するべきではなかったですね。城が囲まれておるぞ。やりました。
同盟延長したのは失敗だったな。さあビビってやがる。へえ、ビビってんじゃねえの、小谷に。ビビってんじゃねえの。ちょっと信忠くん、よろしいですか。あ十足しろ。割とありなんだよね。割とありではあるんだけど、ありよりのありなんだよな。いやーでもなー、あんまり従属したくないな。できれば同盟とかでしたいな。ただ上杉まで来られるとちょっと困るな。まあ、まだ早い、まだ早い。俺は独立独歩で行きますよ。同盟ならともかくダメよ。帰れ帰れ。死んなき者は生き残れぬとしれ。従属迫っといて何ちゅう言い草よ。坂本が危ないな。あーちょっと待って。マジで。うっそ、東堂中線赤かったの？マジで？うっせろ。マジか。黄色って一回流言食らわないと寝返れないじゃん。だから僕自然に赤になったのかな、どっかで。申し上げますぞ。いやまあ、ちょっとね、もうロード案件レベルなんですけど、いやでもさすがにちょっと我慢かな。大丈夫大丈夫、我慢我慢、いける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 。あー軍を取られたから。そっか、軍を取られたからか。いやでもあれ、軍取られた時って中線って下がったっけ。ダメだ、ちょっと待って、切り替えていこう。ちょっと今ね、ダメ、動揺しちゃいけない。幸いこっちが緩い、こっちがで逆に怖いな。太田牛一3000、あいつ舐めやがって牛一牛め。こっちの方が全然厄介だったな。北の方が軍取って下がったところ引き抜かれたのか。あーあと本領囲まれてるから中線下がってるね。なるほどね、なるほどね。ご命令を下され。こっちは困ったな。11が進むぞ。進軍じゃ、行くぞ。進め皆の者、進軍じゃ、行くぞ。進軍じゃ、行くぞ。いやでも家宝買う金もなかったし、ちょっとどうしようもないっちゃどうしようもなかったか。仮に気づいたとしても対処のしようがないよね。カホ買うかなんかとてもねえし、誰か拾ってたっけカホ。ダメだ、そのこと、ダメ、切り替えられてない。切り替えられてない。これは多分勝てる、ぶっちゃけ勝てる戦だと思う。第一陣は。進み耐久上昇。これ強撃になるの。撤収。我が策にて仕上げと参ります。進め皆の者。だから多分もうこれで勝ちだと思う。聖老レベルにはクソ強いぜ。進軍じゃ、行くぞ。進軍じゃ、行くぞ。
攻め立て。攻撃になるからもう撤収。お指図を頂戴したく。ここの赤尾丸は強いですよ。ここで使うべきものよ。ここ陣は陣があるわけじゃない。お味方優勢にござる。ねえ、そうなんですよ。黒田に建設させまくってすげえ活躍してたからさ、ちょっと ちょっと愛着というものがね。我が戦法を見せてやろうぞ。さあ。試される時ぞ。ピッ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 。我こそは透明者は続け。ピッピッピッ。進軍じゃ。牛が来てる。牛はちょっとこれ強撃で。おめれよ。江口。次はどうよ。皆の者、進むぞ。ご命令を下され。かかりました。我が戦法にて崩れるがいい。強撃になった。オッケーオッケーオッケー。皆の者、あー、久々の混乱あったね。あった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 。見せる時ぞ。アツジと久々の混乱を。お指図。久々どこにいんの。こいつを食らって。ああ、こんとこにいた。アツジ君こんなに行く。お指図を頂戴したく。この戦法にて。よし、勝敗を決めてやりましょう。敵を削らす。アツジ君役に立ってますね。はい。こっちはね、もうこのままセロレベル3でダメージ68とか出てますね、セロ一発で。ちょっと赤尾清さんが若干不安なんだけど、でも茎は多分これ国衆だからもう少しで退却するはず。あ、国衆にしては兵が多いな。ちょっとこれこっち行こう。あー、やっぱ国衆だった。よしよし、落ちた。刺激刺激。そうですね、篤司君が下がれてないですね。どうかご命令。我が方が勝っております。お、下がった下がった。ご命令を下され。エレン、スネーク。ご命令を下され。ああ、やばい、これです。はは、お指図を頂戴したく。敵味方で差がありません。お味方優勢にござる。混乱食らわせる。こんな恥ずかしてる。あれ、なんだこいつ、生きてまだ生きてんのかこいつ。堀、敵を攻め立て。戸田勝成が打ち取った。あとはもう時間が来て。よしよし、まずは坂本で勝利。兵半分失いましたが、いやー、ついに念願の籠城戦が討ち取りに。はい、じゃあもう戦どころではない。そんなことが。あれあれ、吹っ飛んだ。なんかこっちまで吹っ飛ん、あれ、いやなんか吹っ飛んだけど領地奪回できてなくない、これ。舞台だけ吹っ飛んで領地帰ってこないんだ。困るな、そんなこと。
じゃあ沢山を取りに行こう。我が部の見せ所か。ちょっと舞台を出陣します。いかにすべきか。城攻めよ。本拠地、いやでもさ、そもそも威風が届いたんだったらさ、軍取れると思うんだけど。見ぬ続きやすい。舞台だけ吹っ飛ぶってなんか変な感じですね。あとさ、これなんか砦がある、なんか織田の砦があるんですけど、この砦が織田のものになってるんですけど、なんかちょっとこれ釈然としねえな。僕の、で坂本城がボコボコになって、坂本城耐久が141とか。うん、ちょっとなんかね、不具合臭い感じしますよね。修復、坂本城修復。うわー高いなー、高いけどさすがにこれ修復しないとね。そうね、矢倉欲しいっすね。もう東堂建設いないんだけど、東堂建設いないんだけど、制度改新1も取ってない。あ、江口が修復するって言ってた。人もよろしいか。武藤と武藤だね、これ武藤智正。ははははうん、このもともと織田信長があの金ヶ崎行くときに、あのもともと武藤征伐を大義名分にしてた、で急遽金ヶ崎に行ったみたいな話がありますけど、その武藤でいいのかな。ただどっちにしても顔がなんか柔らかい顔してんな。まあちょっといらんかな。さすがに今坂本の領地も上げることにもできないから、無理、ちょっと坂本も無理。で上杉と外交したい。怒ってる？敵視。当家の親善拒否。もうそんなこと言うたかってさ。とりあえずこれで領地は取り返したし、近江坂田も通年取ってしまう。でそうすると沢山が出撃可能になる。そうすると沢山から迎撃来る。何でもお命じくだされ。でもそこはガイドビーコン。準備を万端整えよ。よし。我が部の見せ所か。遅れてはなりません。ちょっとね、あ、押してる時にね。あ、そうそう、多分奪還した領地ダメだろう。あ、そもそもこれ庭長秀は混乱持ってんだよね、生意気なことに。嫌なやつだよね庭長秀、ほんと織田軍で滝川に次いで嫌な敵だよな。我が部の見せ、まあもちろん柴田とか秀吉とかも強いんだけど、軍を進めますね。敵にした時の混乱持ちはほんとめんどくさい。鉄砲5だし。ご命令とあらば。まずもうさっさと。もう張り付き。ちゃう。混乱起きる前に蹴りをつけよう。で、なんなら連打だ。ほら、連打。
終わった。なんか庭中秀ってもうなんかそういう策略家ってイメージあんまないんですけど、なんか底力とかそっち系でいいんじゃないかなと思うんですけど、もう少し地味に役に立つやつで。我が部の見せ所か。で、あれ？そのまま取り返せてる。ちょっとこれなんか本拠地はそのまま軍壊されずにそのまま取り返せるんだっけ。そう、壊れるのか壊れないのかちょっと実は僕もちょっとよくわかんない。でも本拠地はほら自動的に籠城設定になるじゃん、生徒2取ってると。上位集落も多分残ってるんちゃうか。残ってますね。まあ、はっきりとよく分からん。籠城設定してるところが軍維持できるのは分かる。まあ、本拠地もまあ一応籠城設定ということで軍も残るってことなのかもしれませんけど、なんか残らない時もあるような気がするんだよな。正直よく分からん。よし、このまま沢山行けるなら行きましょう。沢山に行くような金がないから。いや、米があるわ。あ、そうそうそう、大官大官東堂の席をね、かつて東堂高虎という有能の男がここにはいたんですけど、ふぅね、まあ一旦適当でいいや。お任せください。いやー、ちょっとね、本当のショックででかい。ショックでかすぎる、東堂高虎は。これもう一つ、もう貼り付けるのか。貼り付けるんだったら、落としにかかるか。いや、そうっすよ。もう、ヤンカン隊からフィッシャーが死んだようなもんですよ。お市貼り付き。ではなりません。こちらに佐久間の今さん来てる。我が部の見せ所か。いや、もうまあ、いや、でもやり直しても東堂維持できないんですよ。上げるものがないから、家宝がで、チャチャも結婚できないし、まだだからちょっともうしょうがないかなっていう。みんな続け。みんな城攻めを始めなさい。あー、感情で1なら上げられた。沢山、なんだその動き、ビビった。金ヶ崎を落とす。金ヶ崎もね、落としてしまった方がいいなっていうね。戦となるぞ、布陣を始めよ。まあまあまあ、でもまあもうあれから甲状腺一回やったし、まあまあこれも運命ですよ。東堂らしいっちゃ東堂らしいですし、もう浅井に先はないです。いかにすべきか。こちらに。次の命令は何でしょう。代わりに大谷をすぐ来るもん。大谷をすぐ来るってよ。ご指示。北の金ヶ崎もね、取りたいっすよね。一つマニュアルにして、よし、ゴー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 。失敗したか。じゃあこっち。みんなで勝ちましょう。混乱弾かれた。
すっかり三大大谷な。よし、このまま一気に落としてしまおう。信長来てるけど、信長来てますけど、ご命令とあらば。信長来てんな。倒せるは倒せるんですよ、がっつり編成すれば。ただ一回ちょっと倒せるは倒せるんだけど、被害出るのは間違いない。沢はまだ時間かかる。いやー、一旦下がるか。いかにすべきか。ちょっと一回帰って再編成すれば勝てる編成なんですけど、それをやってるとね、沢山が回復しちゃうなっていう。なんだ。あ、長篠か。武田勝頼は。いや、一部隊の混乱さ、それで1万2000削るのは、あの配信だとちょっとしんどいっすよ。できるんですけど、さすがにちょっと時間かかりすぎでしょ。なんかさっきから動くね。信長追加特性入れてない。だからね、織田信長の1万2800を倒すこと自体に意味はあると思うから、次の命令は何でしょう。だから倒します。我が部の見せどころか。戦になります。ちょっとこのやつ出ないでって出るのやめるって。これどうだ。いかにすべきか。500減っちゃった。500減っちゃった。みんな続け。ご指示。動くぞ。続け。ここで倒しましょう。いやー、もう連打がうなる歴史シミュレーションゲーム、信長の野望新生 PK 絶賛発売中でございます。もうほんとね、もっと恥も外部もなく連打しなきゃダメだった。でも結局鉄砲レベル9か。鉄砲レベル9、これ吸い取りシステムやると鉄砲レベル9を一発食らわないといけないから、仕方ないか。ちょっと9一発食らって。いかにすべきか。いかにすべきか。次の命令は何でしょう。ご指示。あー、来たな。我が部の見せ所か。鉄砲隊。ちょっと止まってんだこれ。進めこの野郎。まあいいや。こちらに進めいける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 。間に合った。まあ被害最低限ということで。早っ、溶けるね。おじ上、生きてる。いつか返す。やりましたね。足止め持ちがいればよかったんですけどね。溶けるな。一瞬触っただけでキルレ1対3か。いかにすべきか。僕足止め持ちいたっけ。ちゃんと見とけばよかったなあ。あー、いるな小川が。
なるほどな。側近にいる足止め一人いることを忘れずに。ただこれ落としきれるかな。いやーさすがに難しいか。これ遥か彼方からも援軍来てる。やってやれなかないんだけど、ちょっとやめとこかな。何すべきか、ちょっとやめとくわ。これ以上米と兵がうっかり減るのはあれなんで。そう、あの織田信長の軍勢1万2000倒しただけでも全然いいかなっていう。あれ赤い滅んでるし、赤い滅ぶ。あ、逆に今停戦できねえかな。僕軍取ってる状況だから要件をダメ。これ僕今沢山の軍取ってる状況じゃないですか。工作員の機動力削り強いですよ。工作員の機動力削りくっそ強いけど、でもそれナーフされたら織田に守れねえじゃねえか。ここね沢山なんですよ、この近江坂田って。で僕が沢山の軍を一つ取ってる状況だから、この状況ならば、え、あ、本当だ、いやーでも南部されたら今度は籠城機すげえきつくなると思うけどな。工作兵と正楼は。みんな戦を始めますよ。この状況で、で何を、あ無視、そもそも無視、そもそも無視しておりますな。オーケー、撤収。次の命令は何でしょう。まあでも上杉仮に来ても小谷は弾き返すよ。で金ヶ崎は小谷にしか、あの坂本に繋がってないから絶対に小谷全軍のはず。多分坂本には来ないはず。でそろそろ坂本に櫓とか作るか。ああ東堂がいればな。耐久上限プラス100プラス400。ちょっと金銭収入的に制度改新、城郭普請、そう今城郭普請あれですね、城の耐久プラス800。いやーだって三成じゃレベル1だもん。300円使ってプラス800だったら全然ありかなっていう気はするね。レベル1、いやー300円高いんだけど800は結構でかいと思うな。だってこれ耐久力3500だから、3000かけたら6000だから。よし取りましょう、取ってみよう。あ、そうで奉行割引取りましょう。そうここでようやく奉行がねえしねえしねえし、これここら辺、ここら辺城郭普請の維持費削減、欲しい時にない。まあ坂本城に商人町でも作ろうか。一つ東堂だったら190円のところ115円。成し遂げてみせますぞ。いやだからロードしても東堂維持できないから、結局維持はできないから、しゃあないあとまあぶっちゃけ今日は始める前の段階で多分東堂多分ダメなんだろうなとうっすら思ってたんで、
でもすげえ活躍してくれたからさ、もちろんクソでかいんだけど。え、意識が充足してる？あ、本当だ。マジか、意識ギブアップ、鳩のギブアップ。まあ、あの細かく設定すればワンチャンあったかもしれませんけど、まあ でもいずれは多分流言食らってたよ。鈴木三好でもなんだかんだでこの小谷で浅井が、あ、上杉消えたね。上杉戻った。小田家の妖精に畑野が妖精こいつ小田の犬2万坂本小田にも来てる。 OKOK 強制徴兵は不要。もう一回確認。セイロ人次郎違う、人幕か。あれこれなんだっけ。公平片桐のとこに公平を。公平石田。あー、でも感謝いたす。坂本の方がさっきの戦い感じるに、北から来るやつはこいつだけだったら、こいつだけだったらまあいっかみたいな感じかな。あとは下からだったらまあいっか。いやいや、うん、いや本能寺はね大丈夫。本能寺の条件かなり甘いんで、多分1582年で発生すると思うよ。一応念のために確認しとくけど、安家来日、甲州、武田滅亡、本能寺。ああそっか、一条谷か。あ、ごめん、一条谷必要。そう、さすがに一条谷必要。小谷はね、不要なんですけど。まあ、でもさすがに小田、こっちのルートがあるから、このルートがあるからね、そっち行ってくれればか。僕がね、越前ルートのね、正規ルートはがっつり邪魔してるんですけど、山ルートがあるから分からんで。あと、五着城はさすがにそのうち落ちるでしょう。それ以外は結構自動的にどうにかなるから。うん、そうね、浅井、浅井、あれなんだ、消滅したの。そうね、浅井無視しなそうだもんね。上から回り込むか。3900ルート変えやがったな。そう、ちょっとね、僕あの逆にあの威風だよ、ここで威風ですよ。まだ怒ってる、従属拒否したぐらいで。ここでまあ防衛威風やって改善されればいいんですけど。これくっつき出すか。くっつきで国衆潰す。我らがものとします。国衆対国衆、野戦となる、陣を構えよ。あー、農地開墾いいじゃないの。異様の近いコーン。わかりました。敵勢退けたり。よしよしよし、偉い。どうかご命令を。今日旗の北から来ちゃいましたね。まあ、ちなみにこれの牢城はどんなに威風やっても敵の城取れないんですよね。あの領地奪還にしかならないと思うんだけど、牢城威風で、あ、そういえば論功行賞やったことなかったな。こんな路上威風で敵の城取れたことがないんで、多分ダメなんちゃうかな。
寺はね大概損だからな。金プラス27、費用1500で。どうだろうね、籠城衣服でゲー。おいおい、20年上げてんでしょう。給湯球がある、給湯球変える。出口はちょっとだけ惜しいかな。出口はちょっとだけ惜しい。まあまあまあ、踏まれてるのはありますね。踏まれてるのはある。刀剣について良くない噂が。領地守ってもらえないから。まあ、いやでも逆にこれ籠城戦に勝てばじゃあ回復するってことか。引き抜きまで2ヶ月ぐらいあるから、2ヶ月以内に籠城戦で勝てばこれで回復よ。さあ予定通り、滝川鉄砲レベル8とかさ、もうこれは絶対触りたくねえんですけど。こっちダブル混乱、ダブル混乱システムで倒す。でこっちは工場戦の時ね、多分あの結構平価ダメージ抑えられ気味な感じはするんで、施設を壁にして施設殴ってる時は平価出ないから、多分そうですね。滝がこんなにたくさん飛んでくるとか地獄ですね。確かに僕も小田井の籠城見たいんだけど、毎回毎回坂本戦だね。まあ向こうとしては坂本優先するの分かる話ではあるんですけど、小田井の北ルート押さえてます坂本で。次はどのように西を倒そう。こっちは、混乱片方をストップして、いや混乱入れてから行くか。いや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 、お指図を頂戴したく、皆の者進むぞ。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。それにしても旗野ね、本来戦う必要ない相手なんですけど、旗野狂気になってないな。かかりました。我が戦法にて崩れるがいい。こっちはそっち限界。もう滝が近づく前に逃げよう。滝が近づく前に逃げる。でこっちはそろそろ混乱タイミング。アツジ混乱。そう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 、いいよ。アツジ混乱。アツジ、はい、下がる。次はどのよう。よし、空気になった。勝敗を決めてやりましょう。タギが来るな。一発はでも確保せざるを得ないかな。もうこうなるとタギはあっち行った。いやでも113ダメージが入ってますね。セイローレベル3、素晴らしい。でこっちそろそろ混乱。次わしの分野。よし、今ここで使うべきものよ。いやーレベル3セイローのこの火力よな。どこ行くの。
あ、縄文行くつもりこれ縄文行くつもりだなこいつ。マジか。ここに陣地がないから、ご命令をくだされ。アツジ君まだだね。あ、よし、撃退。あ、ああ勝った勝った勝った。うん。よかったよかった勝った。よしよし、これ小谷炎上どころか坂本氏もひたすら炎上してますね。風よ、アガナを運べ。まさか、まさか。うわあ、まただ。主の三軍、織田家の十一条が同様出身不可。威風の影響範囲。威本当ね、威風の影響範囲って言うんだったら軍くれよ、軍返してくれよっていう。お。うん、それが称賛ます。よき地に。これ奪還したら毎回言うんだ。上杉はダメ、相変わらずで、まあ軍取り返し、いかにすべきか。しょうがないにゃ。みんなついてまいれ。我が部の見せ所か。瞬間で取り返そう。これも乱世の習い。溝口騎馬教練。貴殿にお仕えいたす。で、坂本城耐久力ちょっと減ってますけど、これ防衛に来てんのか。また信長。そう、毎回これ自分で作った砦でダメージ受けなきゃいけないっていうのはね、なんかちょっとこう砦で壊すか砦で壊すかはしょうがないから。で、そろそろ精度をね、精度1ぐらい取っとくか。精度1取って。わかりました。壊しちゃおう。我が部の見せ所か。ここ。あれ？わかんねえな、このゲーム。このゲームわかんねえなあ。あれ、いやあれ、いや違う、ここか。壊れた。わかんねえな。なんで今回壊れて前回壊れなかったんだろう、さっぱりわからん。罹患どこだ、先導破壊ねえ。これじゃ砦でただ自分が苦労しただけだみたいですね。ゲー、あれ結局寝れんの、あれ中性回復しなかったの。ああ、見とけばよかった。どうかご命令を。あれ残ってんの、もうわかんないっすよこのゲームこのゲームわかんないっす、なんで残るのこっちは。わかんねえ。わかんねえ。壊そう。3歳。いやー、でもどっちも踏まれて。よろしいです。何、剣心。あ、受託しろ。こいつ。すごく。すごいなすごいな。おまあ、うん、面白いんだけどね。面白いんだけど、うん、僕ね、上杉と同盟ならいいんだけどね。
そう、金ヶ崎もらえ、金ヶ崎が欲しいんだよね、僕。戦力調査いい。なんか。そう、検討するけど、まあ、断るかな。だが断るね、俺は。だが断る。なぜなら。なぜなら、上杉が仮に攻めてきても怖かねえから、俺は。もう無敵、無敵オーダーにで、ね、もうぶっ飛ばしてやりましょう。で、小谷の防衛戦、あ、やべ、また切った。また切った。そうそう、断っても攻めてこないし、小谷が硬すぎて。坂本のね、耐久力がちょっと心配。必死回復するけど、あ、そう、人入れなきゃ、人入れなきゃ。坂本に、坂本に、修繕餅、小川は足止め小川、あずきの袋。修繕欲しいなぁ。まあ確かに、またまた寝返りそうな、まあ誰も彼も寝返りそうなんですけどね、うち。またか。まあ小川は大丈夫。片桐、堀行くか。任されました。堀で。で、なんだかんだでいつも北ルート来てるから、石落とし矢倉、前を抜かれても石落とし矢倉。よしよし、ただちょっと耐久減ったままなのがあれですね。修復は2000円。30日1800。30日、そう、ちょっとね、減ってるからね。ただ、まだしばらくは着弾しねえから、30日だったら結構回復するかな。うん、こっから牛一、またこいつかよ、また牛一かよ。到着69日。大丈夫、30日はかかるから修復入れとこうか。修復、いざ始めよう。入れて、今回先に小谷戦になるか。小谷戦になる方が嬉しいんだけど。攻められたか。小谷戦来なよ。へーへー、ビビってる。また信忠ビビってる。アパー、うそ、やめろよ、そういうことは。小谷が火吹いた。小谷の浄化施設はほぼほぼ埋まってるかな。坂本の方はちょっと空いてるけど。やったぞ。坂本修復完了。小谷はね、米丼屋作るための一つ残ってる感じですね。小谷に米丼作りたい。坂本はもうちょっと手入れられる。本当はね、灌漑と櫓とかね、作りたいところなんですけど、2ヶ月45日。まあ、小谷はもう張り付かれてるからもうダメなんで。ちょっと坂本が今回結構、坂本がちょっとやばいっすね。今ごめん、人種即作ってた小田が、確かに
なんでこれ開発用地に陣地が埋まってんの。そんなシステムなんかあったっけ。わからん。あ、豊田、大谷予数が来るぞ。考えがあります。大谷予数を豊洲に行く。喜んでかかりましょうぞ。城が囲まれておるぞ。6倍だが、しかし超高。バカめ、一方向から来るとは。混乱圧寺、混乱久政。兵力的にはね、まあ、今までで一番しんどいんだけど、だがルートが一方向であれば、アツジ君がなるべく粘る。アツジ君が粘るのか。命令をください。需要設備1個ない。あー、ほんとだ。配置した後に間に合わなかったかな。もあとで、ほら、あとで配置したやつ、掘り分。どうか、ご命令。武器兵力4000ね。国主にしてやっぱり多すぎるの、4000。まあここで攻撃されるからもう撤収。攻撃されるから撤収で、なるべくちょっと時間稼ぎたい。勝ち命令を願います。ご命令をください。うん、まあ豊洲した後でしょうね。レベル2。アツジ君の混乱たまった。佐久間も今さに混乱。先へと向かおうぞ、先へと向かおうぞ。こっちは強撃体制にする。あ、もう強撃、なんか強撃にすぐなった。ご命令をください。よし。で、しかも混乱をつけてやると。かかりました。我が戦法にて。よしよしよし、バッチリで、アツジ君の混乱も決めたる。弾かれる。アツジ君混乱弾かれる。今ここで使うべきものよ。あっちに行っちゃってる。ご命令を下され。どうかご命令。アツジ君も結構アホだからな。命令を下され。ここの柵を守る。セロレベル2、レベル3に、まあレベル2でも結構いいダメージ出てるはずなんですけど。上から来てる。締め。ちょっと厳しくなってきましたね。ちょっと厳しくなってきたぞ。うわっ、やべ、あ、やべ、本丸がやばいな、これ。撤収せざるを得ないな。次はどのように。せざるを得ないか。はい、撤収。いざ行かん。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。
よしよし、あれやっぱクッキーなんかやたら撤退が早いから苦しいか、やっぱり。あと石これね、セール範囲内なんですよね、ここら辺まで行っちゃうと。もうよし、いやセロ、あこれ縄文範囲か、もしかして牛を倒せる。こいつ我が先方に手を押し通る、先へと向かおうぞ。アツジ君が混乱を、いやむしろアツジ君のヘルプじゃなくてもはや耐えられない。あと142秒、あと142秒、牛を早く、よし追い首じゃ、牛死ね、こちら牛を追い首。敵を打ち払います。貴様さんもう限界だけど、OK、あー、ま、間に合った、はい、いやーなんとかですね。いやー坂本第3次坂本防衛戦、残り兵力500、風よ、アガナを運べ。そして今回も、なんたることよ、そんなことが。でまた我が部の見せ所か、また部の奪還、遅れるでないぞ。いかにすべきか、出陣します。さすがに兵と耐久力減りすぎですね坂本。一応動揺状、しばらくこれで動揺状態で来ないとは思うんですけど、まあでも僕がこうやって織田の勢力を引きつけてるうちに、きっと武田が、いや上杉がやってくれるに違いないですよ。まあ上杉、僕これちょっと上杉と織田の、ね、挟まっちゃってるんですけど、本当はねそうなんですよ、織田に来てほしいんですよ。だからって言って坂本捨てるにはちょっと微妙な感じもするじゃないですか。坂本捨てるわけにもいかんし、連兵、いやー軽6ですね、ほんと軽6だよこれ。まあ矢倉かな、矢倉やり遂げてみせましょう。いやー浄化方針ね、いつ作れるか分かったもんじゃないけど、分かったもんじゃないんで、浄化方針はせいぜいレベル上げるぐらいですよ。思ったようになかなか急ぐときはね。あ、まあどっちにしても今はやるけど。出た出た、なんだよ2打詰め所ってこの状況で。まあまだ承認待ちの方がマシか。あ、渡辺勘兵衛いいんじゃないですか。まあまあまあ、お使いしよう。あ、上杉出れてる可能性。敵視。軽6はね、食べるには身は少ないけど味があるから捨てるには惜しいみたいな、そういう意味ですね。なんか微妙に捨てるのが惜しいとか、そういう意味です。鳥の骨ですね。何でもケンタッキーで肉食った後、骨が甘くてペロ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 舐めねえよ。いや舐めねえよそんな。ケンタッキーの骨がなんか甘くて、なんかうまくて捨てにくいなとか、そんな話やな。犬そう犬やなそれ。
いや僕ね、すべてのハンバーガーの中で、多分ケンタッキーの和風チキンカツバーガーが一番好き。バーガーキングがね、バーキングがちょっと次ぐらいギリギリ、いや、バーキンといい勝負。突然、ケンタ話なんですけど、和風チキンカツバーガーうめえよね。ケンタッキーもそのためだけに生きてんじゃないかと思うよ。おっとっと、500円。これ2回目かな。ああ、モスのロースカツバーガーね。モスバーガーがちょっと全然近場いなくてさ。モスはね、なんか時間かかるし、手汚れるし、なんかお高く止まっちゃってるし、あまりいい印象がないんですよね。ほんとも。あ、これ3。今回はね、織田家を打倒することですね。まあ何をして打倒するかって言われるとあれなんですけど。いやでもバーガーキング一番好きかな。トータルでは。三好か。これ。出るやつが出ちゃってるから、今沢山行くか、金ヶ崎行くのはね、ちょっと、そうですね、いや、開始、そうですね、開始4年。あ、フレッシュネスもいいですよね。沢山行ってみるか。そう、上杉とね、無理にやる必要がない。金ヶ崎ね、完全に負担になるから欲しいんだけど、仮に上杉が攻めてきても、大谷だったら弾けるから。ちょっと沢い山かにを。すべきか。城を落としてみせる。遅れてはならぬ。多分飛び出てくる。いや、ギャッ。ギョギョ。これ、それだけで済んでる？承知つかまつった。一つ商業が完全に吹っ飛んだ、位置が吹っ飛んだぐらいか。で、またにわかよ。またにわだが、今回は東方にやりようがありますぞ。我が部の見せどころか。この木下の、じゃあ三成のところだな。三成のところに足止め小川。感謝いたす。なんだ今の。よし。準備を万端整えよ。いざ、行かん。足止め小川。いかにすべきか。なんかお腹減っちゃったな。お腹減ったな。ケンタッキー食べてえな。和風チキンカツバーガー食べたいな。レベル5か、やだな。5、一発は食らわざるを得ないな。我が部の見せ所か。我が部の見せ所か。もう座れてる。いかがしましょう。いざ。あ、あと小川がちょっと微妙すぎて、足止めのゲージが遅い。敵の軒口を叩きに行く。いかにすべきか。
をくだされ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。よし、軌道入った。いかがしましょう。よしよし、やりました。なんかね、足止めと早掛けはなんか特に足止めは使い方によってすごいことになるんじゃないかなってずっと思ってるんですけど、特に籠城戦で、なんか籠城戦のなんか足止めのなんかね、すげえ技ができるんじゃないかとずっと思ってるんですけど、なんか結局うまくできた試しがないんですが、いつかね、いつか使いこなしてみたい。出た、14000。きつー、きつー、きつー。あー、そういえばシャトルな、岐阜にシャトルつけておけばよかったか。岐阜に矢印つけてから行くべきだったかな。いかにすべきか。ちょっと待ってね、一回信長に帰ってもらう。帰った。で、実際それが今回も機能するのかどうか問題なんですけど、そもそもお指し図、岐阜に矢印つければ今まで、過去の仕様だと信長出てこない。城を攻めます。我が部の見せ所か。あ、そうですね、浅井と小田の、もっと関ヶ原の衣服がすげえ豊富なゲームだから、他の下にももっと衣服あっていいと思うんだけど、まあ、こんなに衣服がある信長の野望って実は結構珍しいぐらいだと思うんですけど、なんか浅井にもね、固有の衣服があってもいいのにね。衣服ないんですよね。いかにすべきか。7000か、多いな。ここでお帰りを。戦の勝利はそうなんだ。ここで、いや、お前も行くんだよ。お前も行くんだよ、この野郎。遅れてはなりません。そうですね、織田に味方する衣服、もしくはまあ単純に信長を倒した時でいいから。なんだっけ、ほら、上杉謙信で武田信玄を倒した時とか、織田信長で明智光秀を倒した時とか、そういう衣服がこっそりあるんで。あと今川義元で織田信長を倒した時。あれ出てきたな。あー、これはあかんですね。あー、姉かのね、逆転衣服欲しいっすよね。そうか、そうか、少なくともこれは潰されてるね。どうかご命令を。いや、僕も、いや、矢印つけてたから、14000の鉄砲レベル8、これを倒そうと思ったら多分3000ぐらいの被害が出る。無理っすな。まあ、強いて言えば、混乱で倒しちゃうって言ってもあるんですけど、大規模徴兵。ああ、2部隊来ちゃったか。2000と3000。うわー、ダメだ、ダメですね。ちょっとなかなか大規模徴兵。お、なんか、しかし近江とか尾張が、なんかその先祖の地というか、ふるさとってのはいいですね。香川県だとね、香川県プレーとかできないですからね、ろくに。いつか総合プレーはやりたいですけど。三好。あれ
ミュースどうした？あれ？あ、あった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 。浮田に、浮田にサヌキが取られた。浮田をサヌキを取られた。もう三好岸和田一条か。本願の四国川を追い出されてラス1。もうサヌキの主人公といえばこのゾンホぐらいしかいないんですけど、正康。ちなみに正康のグラフィックがちょっとかっこよくなりました。頭はちゃんとつるっと。正康くん、正康のね、この正康、あの俺たちの戦国の正康なんですよ。俺たちの戦国のこの正康、その鬼祖豪の息子感が、いやまあまあ鬼祖豪のなんか、あ、息子というか後継ぎ感あっていいなっていう。あれちょっと待ってね、ごめんごめん。これ確か実の父は実久なんだよね。実の父は実久で、鬼祖豪とけ、まあ親族ではあるんだけど。そうそう、ちょっとまあね、大きさとか、ね、大きさとか、まあ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 、でも一応光栄の歴史作品ということで同じ。そう、ステータスは可愛いっすね。ステータスは非常に可愛い。いやでも僕がこれ頭押さえてるのは結構、あの織田のし、絶対だってまだ最後滅んでないし、まだ最後滅んでないけど、うん、粘ってる粘ってる最後も。てか籠城設定しろよおめえ。織田の進捗ね、確実に遅れてはいるんで、僕の足妨害で。逆にこの本能寺が起きなさそうなんですよね、このままだと。織田が朝倉に行かないから。あれ、あ、結局職人招集してもな、2000円無駄遣いな気がする。これカウラン島がね、うん割とあの顔ぐらいの作り方に関してはあちこちの人があの動画とか出してるんで、それ見るとフォトショップがあればどうにかなりますよ。やったぞ。いろんなサイトとか動画とかで説明してくれてる方が多いんで。浄化説10。心得申した。あのフリーの切り抜きのあれって、10日ファイル、アルファ、なんだっけ、背景の、綺麗にそれだけでできるもんなのかな。米富山地、そうそう、透かし入りというか、ちょっとこれ米富山作るわ。米止めを作って、岐阜の1万5000がでかすぎるんだよな。信長がね、どっかに行ってくれればアルファチャンネル設定できた気がする。アルファチャンネル設定がねできるんであれば、確かに一発で。上杉のこれね、臨戦してんのね、多分あの同盟国が攻められてるから勝手に火がつくとかいうあの仕様ですね、きっと。結局動揺状態中に上杉の兵が溜まっちゃって、いや織田の兵が溜まっちゃって、動揺明けにぐわっと行くんですよね。で信長が出撃してるんだったら行くんですけど、ここで織田を見張ってる。どうしたもんだろうね。案外の津山とか落とす、案外の津山とかね。そうっすよ、織田が最後滅ぼすと鈴木殿がよろしいでしょうか。帰れ、それまずですね。僕もちょっとこれ展望が微妙になってる。本能寺が起きるだろうという、本能寺まで粘れるだろうと思ったんだけど、この状況では本能寺が発生しない。
止めとんの。やってみせまする。止めできるとしたら毛利ですかね。不審不審。長塚部まだまだちっちゃい。武田敵士、武田敵士っておめえ、誰もですね。僕がねこれ大きくなる予定があるんだったら上杉に一回従属して、あの大きくなってから独立っていう手もあるんですけど、同盟に移るっていう手もあるんですけど、あ、一条谷を取って小田にあげる昔そんなことやってたな。確か何かのシリーズで本能寺を起こすために姫路無理やり落として姫路織田に渡してたとか、なんかそんなやったような気がする。実際金ヶ崎それ結構真面目にありかもな。そうタイムパトロールしてましたよね。金ヶ崎、一条谷、大野城、どっちしても織田じゃなくて織田より上水から城を奪いやすいのはあると思うから、従属からねある程度勢力広がったら取れる、独立できるんですよ。分かった、行くわ、北に行くわ、北に行こう。いかにすべきか。領地を散らすな、北に。あいやーこのタイミングで来たか。で信長来ないんだよね。信長来ないのが厄介なんですよ。1万、柴田勝家1万。あ、これはまずいこれはまずいかも、これはまずいわ。そう、今回小田に狙われてないんですよ。坂本全力なんですよ。ちょっと暑いっすね。あちちだなこれ。そうやね、勝家だけでも倒そう。ちょっと勝家に帰ってもらうわ。こちらに動くぞ、続け。勝家君はすまんが帰ってくれ。ここにガイドビーコン出す。どうかご命令。心中に義を抱き、いざ戦わん。げっげっ我らの部がいかほど通用するのか。何、信長を倒して謙信を倒してしまっても構わんのだろう。勝家接近中。まあ真の義というものを見せ、義というものを見せてやりましょう。見せどころか。おいち、小川くんがそこにいる。勝家、勝家鉄砲5、あれ取ってんな。さては滝川だろう、明智だったわ。鉄砲補給、鉄砲レベルプラス5、金銭収入マイナス 40%。 橋場殿、忍び心得、これもえぐいよな。即鉄砲レベル5ですからね。鉄砲レベル5ってしんどいよな。足止め小川。我に続け。我が部の見せどころか。足止め小川。おいち別動隊。いざ出陣。三、四、五になると今度は戦場次第になるから。準備を万端整えよ。
そう、プレイヤーだってね、なかなか火災ちょっとデメリットかなと思って取れないんですけど、 CPU はバッと取ってきますからね。で、 CPU のね、金銭現象のデメリットとかね、なんか痛みに感じてないだろう、多分。いかにすべきか、こちらに領主を手に入れる。続け、皆の者、退路を塞ぐぞ。あ、これ小顔入れる巻きできました。敵が軒口を塞ぐぞ。敵退路を閉ざしてくれる。素晴らしい。そうそう、東北だとね、南部従属させると騎馬レベルがぐっと上がるのがね、面白いですよね。勝家を倒そう。いかにすべきか。勝家はちょっと野戦で倒す。で、北から来るのはちょっと放置して、勝家早く来て。戦が始まる。でもその1ルートは野戦で倒し、残りのルートは籠城で抑えるって、なんか戦術感あっていいですよね。さあ、鉄砲レベル5が来た。これ多少の被害は確保の上、仕方なし。足止めの小川が輝く。我が部の見せ所か。みんな要所を取るぞ。いかがしましょう。鉄砲隊を前に出せ。ヘル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 。小川くん、小川くん、退路へ向かうぞ。小川くん、そろそろ足止めをお願いしたい。いかがしましょう。よし、足止め入った。今こそ受けるがいい。敵が退路を塞がん。よしよし、頂上です。あー小川さん、ギリギリに。これね、もうちょっと有能な足止め要員だったらな、もうちょっと たまりが早いんですけど。まあ小川に何かバフをつけるかな。よし、これで北ルート確保した。北ルートを安全取ったから、違う目標、高島。これ明智も北に来るつもりか。あー、明智も北だね。うへー、めんどくせー。ゲガモンもかよ。先方の速さは確か知略統率だったかも。ごめん、統率か知略かどっちか。いかにすべきか、どうかご命令を。ちょっとね、上に来られるの困るな。これ防衛線の編集を、これなんだかんだで、僕こっちをガチガチにしてるんですけど、こっちかこっちも多いよね。でもまあ混乱圧次君役に立ってるし、仕方ないか、仕方ないか。知略か、やっぱり。うん、あ、そもそもの2つ名2つ名の知略を上げると、知略の2つ名で戦法ゲージが速くなるっていうのもあるから、まあ知略でしょう。もう上杉はもういいよ、受ける。あれな、8800な。上手から、そこ3回目だろ。40になった。ここか、40かよ。
まあのんびり上げてっか。わかりましてござる。ちなみに上杉軍は どんなこれ他の国の軍団とかこの表情集見るの楽しいっすよね。舞台能力プラス5、領内行動の集落掌握速度マイナス30、そしてなんと北条殿が入っている。毘沙門天信仰、五箇条の訓戒、柿崎軍団、ほう越後の柿崎軍団、柴田勝家軍、織田信長軍、ほうね、割と本当こういうの楽しい。軍団とかも含めて。あれなんか結構あの関東の上杉領維持してますね。武田もうちょっと頑張ってくんねえかな。上杉と北条と手を組んでて姉が工事従属させるなら徳川を攻めるか織田を攻めるかしてほしいんですけど、勝頼もうちょっと頑張ってほしいな。攻めたれよ、攻めたれよちょっと武田。北からすげえ量来てる。まあきついことになったな。これはやったぞ。ちょっと坂本きついことになりましたねこれ。本当は北から来るやつをね囲いケアして北の安全確保したいんだけど、はい、ちょっとでも時間を稼ぐしかない。嫌がってる。皆の者進むぞ。オダニのね、オダニこんなどんだけ食んねんこれ。これ全部オダニ、これ全部オダニ。来すぎ。こんな行列作りやがって、おめえもかよ。剣心もオダニそんな囲めねえでしょそこまで。戦が始まる、備えよ。すまんが突き戻すな、そこで死んでくれ。これまでか。下がる。坂本もう来ねえかな。今来てくれれば。誰か22,000。ダメだ。坂本今回ちょっと落ちたかも。さすがにこれ北ルートをね阻止できなかったのが痛いな。来ちゃったーだよなー。10倍。10倍。いやーこれ浅井様さしかし、いや父上が坂本で奮闘して討ち死にするというのもなかなかドラマなんですけど、まだ死んでねえけど。10倍、父上がね10倍追い返すというねミラクルもね、それもドラマガーモンを明けちクソ強え、クソ強。ご命令を下され。ご命令とあらば先へと向かおうぞ。いやーそうですね、赤尾丸でどういわれるかですねこれ。いやーきついなこれ。いざ我が部をこの生き様に示さん。
わっ、鉄砲隊撃たれたな今。上もう80、いわゆる500くらい減ったな。もう進めるぞ。わあ、即死。ゲー、鉄砲強すぎ。これは痛い。鉄砲が痛すぎる。シチューがすっ飛んだ。我が部をこの戦場に示さん。これね、対織田の籠城戦はこれが一番きついですね。鉄砲が。かあ。きつか。いやまあ工場戦にね鉄砲が有効というのはねなかなか面白いですけど、こっちも攻撃受けるから必死。ダメだ、圧軸も限界だこれ。はい、どうか。こっちが落ちる。ね、そう、牙もやばいですし。やばい父上が父上の坂本が落ちる。これ鉄砲を撃たさないためにはまず先に殴りモードにしてもらう。で殴りモード中は鉄砲撃たないから。いやそんなことなかった、普通に撃たれた。ごめん、死んだ死んだ。いやーこの絶望感。この絶望感ね。我が武略を持って完全の敵を打ち払わん。いやーこれほんとね、追い詰められてる感あっていいよ。追い詰められてる感あるよこれ。いやーそう、これほんとね、陛下強えよ。陛下強え。自分で使うとそんな、あれ嘘、もう自分で使うとね全くそんな気がしないんだけど。我が策にて仕上げと参りましょう。ダメだ、もう残存兵力15人。命令を下さい。皆の者、我らの力を今こそ見せるときぞ。でも別に小谷が落ちて、もともと坂本城はあのラッキーで落としたようなもんですから。まあ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 、そう、あのよ4そう3回3回ね織田軍の攻勢不正だから、坂本城の仕事は十分したっすよ。もう城を枕に打ちにすまのみっすよ。いざ我が軍をこの戦場に示さん。ついに陥落。父上、石田父が死んだ。これ威風はまあ、この城新しき世を呼ぶ風を、まあこっちには関係ない。織田家に敗れるでは頼みにできぬ。十勢力悪化。当家が守りを固める小谷城は勢いの織田家になびるこ、なびくこともなく。城を明け渡すほかないか。当家の力も押してって、おめえこの野郎。大丈夫、あの坂本上杉をカウンター、金ヶ崎の方維持しましょう。坂本やっぱちょっと無理があったな。まあよくこれだけ時間粘ってくれたってぐらいで。おめえの家だよって話だよね本当。
落ち着かまつった。あ、鈴木滅んだか。そっか、鈴木滅んだか。あ、そういえば僕これあの北ルート、これ小谷ってどうなってたっけ。まあどっちにしても選べない。北ルート確か特に何も作ってなかったような気が。6に何剣心待ってんのこれ。剣心、剣心待ち。そう、材木か何かだったような気がする。北ルートは稲富さんがちょっとずつで飛び出した。顔真っ赤にして飛び出してる。まあ小谷を前にしたけどあまりの強大さにビビっとるってことはないわ。来た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 。あれ、いや剣心どうした、入ってないぞ。どうしたの君。剣心、剣心入れてやれよ。だよね、これ材木だったね。あの北ルート上、剣心が来た瞬間変えとけばよかったな。いかがしましょう。もう進めるぞ。いざ行かん。こいつ我が先頭に手を押し通る。ちょっと若干しんどいな。そう、上杉君多分この士気を回復できないんちゃうかな。次の命令は何でしょう。指揮回復手段がないから割とあっさり追い返せそうな気がする。いかにすべきか。我が部の見せ所か。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。なんか変、我が部略を持って完全の敵を打ち払わん。わけわからん。試される時ぞ。あっちからサイト来てる。我こそはと思うものは続け。直す、触って。あれ、前に立ち塞がる者らよ。やばい、人が集まりすぎてこれぎゅうぎゅうになりすぎちゃったかも。我前に立ち塞がる者らよ。長政が下がらない。次の命令は何でしょう。試される時ぞ。あれほどは思うものは続け。長さ下がってほしいんですけど。我が部の見せ所か。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。こいつ、いやこれどうなっとんだ。長松様は多分付き合ってるんだけど、こっちに抜ければいいのか。あ、やべ、よしよし、それでいい。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。よしよし。何が起こっておる。ヘルプ減少。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。見ますか。ただこれ下がれる。長政が戻れなくなっちゃったな、これ。戻れる？見せどころか。我が武略を持って万全の敵を打ち払わん。長政戻れる？軍を進めます。ご命令をください。戻れる？ああ戻れる、戻れるんならいいんだけど、ああ強敵状態になっちゃった。いかがしましょう。試される時ぞ。あれ
いやいや下がれ。ご命令を下され。足止めしてから下がる。結構ね詰まってる時にねなかなか言うこと聞かない。あわわ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 。足止めがつった。いや止まった。いやーちょっとね北ルートに設備置かなかったのもあって苦戦してるな。負けるとは思わないですけど、負ける戦ではないですけど。動くべき時は今ぞ。ご命令とあら、いざ我が部をこの戦場に示さん。そう、足止め部隊が足止めくらってしまったの。思うものは続け。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。行くぞ皆の者。これいかにすべきか。我が武略を持って接触してはいる。完全の敵を打ち払わん。ご命令を下され。甘かった。殴る試される時ぞ。あれこそはと思うものは続け。いやーしかし敵の数多いな。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵の数がめちゃくそういい。そう、耐久力とね、兵力なんだかんだで結構苦戦になりましたね。何攻撃されている。今こそ受けるがいい。あ、これこっちのルートから敵が来たか。ご命令を下され。縄文撤収。次の命令は何でしょう。我が前に立ち塞がる者らい。縄文撤収だけ散れ。いやーこれ剣士いたらヤバかったですね。こちらに少し変わらない。敵の部隊はね一つも倒せてないんだよね僕まだ。我が部をこの戦場に示さん。進軍し続きなさい。この戦法を見て勝敗を決めてやりましょう。なんだ。あー長政ここか。 なんで飛び出ちゃってんだ。甘かすと間違えた。見た目が甘かすっぽいから。次の命令は何でしょう。いや大丈夫、残り90秒、残り90秒。下がるぞ。ご命令を下され。いかがしましょう。いざ我が部をこの戦場に示さん。敵を退かせます。誰かね敵の部隊ねもうちょっと減らせればいいんだけど。潮耐久度はあるわね。大丈夫残り1分残り1分。若造どもに戦というものを教えてやばい。こないこないこい。我が戦法にて押し通る。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。こいつ我が戦法にて押し通る。いやいやいやちょっとやばかった。正直勝てると思ってたけど思ったより苦労した。一つしか施設がないルートっていうのも結構守りにくいっすね。音に聞け我らの勝利を。何ですか。まさか。さあ金ヶ崎
お、しかも2つ。両腕があります。テラサは、まあ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 。成し遂げてみせますぞ。来るんじゃないの？小谷のキリンジが。上申いたします。いやでもこんな朝倉殿来た、朝倉殿混乱。必ずや全うします。精神性。いやーまあちょでも影明自身はまあまあ有能ですからね、こいつ忠説を尽くします。朝倉の中でね一番有能ですから。金あのこの稲富が金ヶ崎に刺さったらちょっと嫌がらせを、いや攻略をかけるから軍踏んどこう。みな続きなさい。今日に軍確保。上杉も今の大惨敗でだいぶ動揺はしたと思うんで、そうあとは織田ですね。軍開発はまあ進めるとして、いやー中世ダメだと思いますよ。ダメだと思う。でも家宝を買うような金はないしね。まあ影明君はまあ一時的にいるぐらいで、中世5っておめえなんで仕官したんだよ。おめえ最初から仕官すんなよ。もうじゃあこれなんか何取り手で兵が減りすぎてる。いかにすべきか。取り手ってこう取り手っていざという時期に邪魔なんですよね。ありがたく感じる。いかにすべきか。あ、織田屋の恨みフラグのね、中世バフね。遅れるでないぞ。あれ帰んの？ご指示。1170。我が部の見せ所か。でも織田来るだろうな。遅れてはなりません。あーと出てきたが、そこは届くポイントだろう。あ、でもお位置が届かなくなっちゃった。野戦となる。陣を構えよ。遅れてはならぬ。いかにすべきか。よし、美味しい。信長赤くなってましたね。まあしかし予定通り織田に1になったな。今日どこまでやるか分かんないですけど、一回ムービー見たいよなと思う。あの第1回ってのもあって、小田に略上ムービー、僕てっきり普通に見ることになるだろうなと思ったんですけど、意外に見られなさ、見られない意外に見るシチュエーションにならないから。もう進めるぞ。まあなんで最後にどっちにしても見ましょう。何でもお命じくだされ。これ見たいわけじゃないんだけど。これ見たいわけじゃないんですけど。あー条件はねどうなんだろうね。多分大丈夫だと思うよ。何でもお命じ。大谷は在野ですからね。大谷オウムに在野結構いるからなかなか引かないって感じですかね。まあでもこれくらいの勢力か、これよりもうちょっと大きい勢力ぐらいが楽しいですね。あまりちっちゃすぎると結構苦行が苦行だから。大丈夫年代防衛は特にない。あとは小谷城を攻められれば。満腹丸くん作ってないっすよ。
うまあ当然来るよな。そうですね、これも結構な苦行ですけど、まあ来るよな。わあ結構来たな。厳しいか、厳しいか。織田を攻める気満々。何でもお命じくだされ、城を奪ってみせます。かそうですね、雷電いますね。雷電、雷電と汚染だけだったらまあ別にどうにかするんですけど、城攻めとて苦にしませぬ。織田が静かになった。大井田景国は一門だけ、一門なのか。ワンチャン願えないかな、ワンチャン願えないか。うん、それ呼び方わかんないですけど、そいついないですね。浅井のあれですよね、3対4。強行になってる。20、強行10回。そう、開花と同じですよね。で、ホタテのランナーと殺されたっていう用済みだったのか。まず2部隊か。あー、織田が赤くなってる。陣を構えなさい。織田が赤い。ちょっと厳しくなってますね。これは兵を減らすべきじゃないんじゃないかな。どっかで増やさんことには先がないから、どっかで無理はしなきゃいけないんですけど、金ヶ崎落としても、落としたとしても、落としたとしても上杉が奪還に来たらそれを止められないよな。進軍します、続きなさい。じゃあ、おいつかな、こんなん。いかにすべきか。いや、坂本はタイミング悪かったですね。共に勝ちをつかみ取らん。次の命令は何でしょう。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。あ、死んだ。死んだか。あー、金ヶ崎取ったら上杉断パンね。縛り上げなさい。断らせていただく。放つだと。何を考えておる。僕軍をすでにいくつか取ってる状況だから、俺が攻めてんぞと。許す、申す。だから停戦入りの、停戦の申し入れは無視。たまの従属断った、この従属断った件はまだ怒ってんのかねっていう。まだ怒ってる。我が部の見せ所か。大分掛国がね、これ降伏してくれれば一番いいんですけど。忠誠9。織田が来たらすぐさま U ターンだな。方位で80に削れてる。いやー、諦めないね、大井高役に。
粘るね。戦になります。陣を構えなさい。これでもこれを倒せば落とせる目処はつくんですけど、でも落とせる目処がつい落とせる目処がついてついてどうしようかな。そうですね、援軍の矢印があるから降伏しないのかもしれない。真面目に結構それはある。ご命令とあらご指示ね。そう、確かに大して良かったやつだ。いや、この45のね、混乱がね、時に頼りになりますぞ。川田長近、こいつも有能な男ですね。次の混乱後、敵を攻め立て。敵を攻めます。なるほど、大混乱のようです。今こそ見せる時ぞ。で、もう一混乱。敵の軒口を叩きに行く。さて、進軍します。続きなさい。敵勢退けたり。上杉とね、同盟組めるか。上杉にもしこれやり直すとしたら、これ上杉従属ルートだよね。生け捕りとしたぞ。三本寺、お使いできません。我が道これまでか。金ヶ崎大チャンスなんだか。いやでもまあ、上杉従属したとして、城を奪いに行こう。これ強行すると、強行するとスケッチカーが落ちる。こちらに包囲だとあと20日ぐらいで落ちる。いかにすべきか。城を奪いに行こうぞ。いや、20日もかからんか。80ずつ減ってるから、うん、50日、いや50日ぐらいかかんないか。それでも それじゃ小田が来ちゃうよな。そう、朝倉との同盟断るのが結構大事でしたね。経費でいいのかな。敵が自勢力の軍を攻めた際の敵制圧速度マイナス 30%。 ほう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 、いいんじゃない。諦めろよ。援軍来てねえから。援軍来てないから諦めろよ。宮部1だったら回復したい。え、調略？なんか調略したっけ？いや、ちょっと宮部はさすがに取引、家宝、町役、3000円。宮部は捨てがたい。あー、いや、修復とか、うん、あの弾いた分も地略均衡になるのかな。早くギブアップしてほしい。早くギブアップしてほしい。もしよろしいですか。え、同盟してほしいの。あ、違う、神前来たの、本願寺から。はは、本願寺動揺状態。本願寺、いや、もう信長と戦うね、数少ない仲間ですからね。早く早く、もうちょっと。
もうちょっと、もうちょっと、頑張って頑張って。修復する修復する、あー修復の金がない、何してくれんねー。さま白攻め成し遂げたり、諦めて縄につくなよ。使いできぬ、貴殿は器が大きいな、いかにすべきか。これ今回北ルートも来る。くそ、北ルートも来る。北ルートに青蘭、青蝋。うん、南ルートは材木庫作った後、まあ、公平工作場、いやー上杉従属多分ね選べはしないと思う、さすがに公平工作場。まあ今仲介停戦、停戦の申し出、右上5500、あそこは5500、北ルート1887。いやうっそ、カホ上げたじゃん。あれ黄色でも引き抜かれるんだっけ、黄色だと引き抜かれないイメージがあるんだけど、ダメだったか。持ち逃げされちゃいましたね。僕前作だと、あのいや無印の時って、あの赤から赤になった時、あの火砲を上げて黄色まで回復すると大丈夫っていうイメージがあったんですよ。今回黄色もなんか黄色もアウトっぽいね。そして実は金ヶ崎もやばいんですけど、あパパパパ金ヶ崎守る、パパ入る、感謝に達すぞ。白耐久力ガスビッタン、我らの拠点が攻められた。でもね、本当無印の時は流言食らっても火砲で回復できたんですよ、回避できたんですよ。そう、これぐらいのばらつきだったらね、迎撃できれば倒せるんで、もう早く来い工場さん。来たわ、大丈夫、3倍差ならば勝てる。まあ問題耐久力だな。耐久力減ってるから、設備の耐久力も半分。さあ稲葉行ってす、5500。これちょっとしんどいっすね。本間の耐久力半分は。そう、こっちルートがね、あーでもこっちルートなんとか正路で、いかにすべきか、こっちルート時間稼がなきゃいけない、こっちルートも時間稼がなきゃいけない。いや全ルート時間稼がなきゃいかんのだけど、
耐えてると万全なのに絶対勝てる気さなんですけど、半分だと分からん。僕も結局甲状腺の経験値が足りんわ。多分大丈夫だと思うんだけどね。セロレベル1これ国衆さっさと倒して戦意にしたい。次の命令は何でしょう。国衆なんかもこんなんつかなくていいよ。ここゲージ貯めとく。セル壊れちゃうな。セル壊れちゃう。セル壊れちゃう。セル壊れちゃう。あれここって勝手に撤収しちゃったか。三つ谷逃げ出した。動くぞ鈴木。動くぞ鈴木。ヘイラよ、こう進めるぞ。こっち的空襲だらけだからね。可能な限りさっさと倒したい。ヘイラよ、こう進めるぞ。動くぞ鈴木。ヘイラよ、こう進めるぞ。ヘイラよ、こう進めるぞ。動くぞ鈴木。よし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 、セイロー機能してるよ。レベル2、レベル2のセイロー、いいよ。でもレベル2のセイローがそこ壊れちゃう。よしよしよし。ただここが一つ壊されちゃうから士気がガッと回復されちゃう。向こうこれ工作兵レベル2になってる。ご命令を下され。稲葉に混乱かけに行く。この国衆邪魔で、体力回復したいから。あ、やべあ、やべ、正論回、あれ違う、あそこが真ん中か。こっちはスケッチカーがちょっと混乱して、空振った。くそ、混乱使ったな。動くべき時は今ぞ。ヘイラ、こう進めるぞ。いざ。これは壁にしない。稲葉が来た。鉄砲隊を前に出せ。敵を退けて。わあ、825ダメージいって。止される時ぞ。マジ痛えな、おい。思うものは続け。いかがしましょう。皆の者、進むぞ。あ、三谷君そこまで下がってる。何でもお命じください。さあ、ここの聖老レベル2が火を吹くぜ。それまで木村頑張って。我が部をこの戦場に示せ。鉄砲隊、俺に続け。光秀か、今のいい声はすーげー減った。そう、いい声しやがんな光秀。我が戦闘の切れ味、あれ嘘、その身で確かめよ。加減できてない。我が部の見せ所か。こちらに。ヘイラ、こう進めねえ。あの鉄砲能力、あの野戦と同じはちょっとしんどいな。もっとさあ、混乱くなってる。鉄砲能力半減してほしいな、甲状腺の時に。まあでもそれ牢城側だから言えるんであって、甲状側であればね、多分ね、また意見逆なんですけど、きっと。次の命令は何でしょう。進軍書、続きなさい。落ちるな。次の命令は何でしょう。まあまあまあ、別に、ま、負けはしなさそうなんだけど、被害出るな、どうしても。本当？ここがなかなか。これ石田三成はもうセール落ちるまでここで。まあ左翼は。よし。いざ。我が部をこの戦場に示さん。よし。左は大丈夫。鉄砲隊。
レイ結構レベル極装勢ミツナキ君頑張ってさて我が策にて仕上げと参りましょう。これレベル3まで座ってるんで敵の機動力が42。次の命令は何でしょう。そうそう、セーラー、セーローが限界ですね。うわー、鉄砲レベル5もらっちゃった。次の命令は何でしょう。わお。何でもお命じくだされ。動くべき時は今ぞ。我が部の見せ所か。立ちつまくってるよ。よし、レベル4。レベル4になると今度70から25に、レベル5になると1になるんちゃう。もうこれなんかレベル5までここ粘ったらもうここで勝ち。勝機を見出す。こちらに混乱機能に行く。いやレベル5まで粘ったらね、敵の機動力1はえぐいですよね。敵兵我が手にて追撃。候補使いますね。奥に置いた候補やっぱ強いっすよ。よし、おい首じゃ。何でもお命じください。光秀を動くべき時は今ぞ。トライに兵を進めるぞ。味方に分があります。逃がさない。見ついて逃げられない。次の命令は何でしょう。鉄砲隊を。うわー、戦車庫。いやー、くで退けたり。そう、捕虜で仲間になるんだったらまあありかなっていう。機動力10ですね。10まで下がった。もうもうこれ稲葉が上がれないのを見守るばかり。次の命令は何でしょう。なかなかいやー、これがレベル5公平、公平上よし。なんだかんだ6000人死んだか。生け捕りとしたぞ。駒秘伝には使えられるな。どうにか味方にしたい人物。おい、お、なんかね、ちょうどいい領地がねあるんですよね。君、金ヶ崎に赴任しないかい。20年ほど。何、足りない。どこでも同じだね。どこでも同じだね。あー、足りない、足りない。20年、もう残念残念。ここで果てようとは。よし、を運べ。僕多分精度3取ってないから上司確約できないんちゃうか。金ヶ崎上司入ってるからすでに。うわ、耐久力1かよ。あ、金がない。
米を売って米を売って、ちなみに僕次接触されたらムービー発動ですね。修復、あーでもちょっと一回この辺りであれかムービー見るか、ちょっとセーブ別に、ちょっとセーブ別にして、修復、修復せずに、修復せずに、かあーそうですね、金ヶ崎があるとムービー出ねえから、まあちょっとその後の展開を、その後の展開もちょっと先、あ、うおう、まずいまずい、金ヶ崎はまずい、金ヶ崎を、てか金ヶ崎落ちてくれないと困る。早く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 、金ヶ崎早く落ちるマン、早く早く、張り付かれたら出撃して兵を溶かす。を失うとは情けなし。はい、これでムービーが、これでムービーでございます。去るしかあるまい、我らの拠点が攻められたか。天正元年、いやいや1573年過ぎてるんですけど、広北の大名浅井長政の分はここに突き落としていた。眼下の視界は織田木工の旗印が覆うばかり。交戦むなしく、浅井家の藩とはじりじりと削られ、もはやこの織田二城一つを残すのみとなっていたのに。己が運命を見切った長政は妻子がいる奥へと足を向ける。怯える子らとは対照的に妻お市は落ち着き払っていた。担当を携え夫と命運を共にする覚悟をとうに決めていた。死を厭わぬ潔さはさすがにあの信長の妹と言えよう。キララーン。だが愛する妻子を見て長政は今一度熟考を重ねた。お市が望んだとて誇りを守るため自分と共に散らせてよいものか、あるいは心を鬼にしあえて生き恥をさらさせても浅井の血脈を保つべきなのではないか。いやそうではない、ただ生きてほしい。銃声が轟き城内を揺らす。もはや逡巡する猶予はない。長政は決断した。荒々しく母子の腕をつかむと城門まで引き連れ警備の兵に申し渡した。城を出て織田の陣まで連れて行け。それはお市の望みを断つ無慈悲な宣告であった。長政はじっと妻の細面を見つめる。一縷の涙がお市の頬を伝い、そして止まった。望みを絶たれた怒りも無力さへの嘆きも全て飲み込んだ妻の顔は口を開かずとも一人旅立つ夫に凛と語りかけていた。深く愛し抜いた夫婦の別れは言葉になどできない。城門は固く閉ざされ一言も交わすことなく、長政とお市は正反対の方角へ歩み始めた。ほどなく本丸近くにて長政は一人自ら果てた。果ててしまった。果てた。死の寸前まで家臣へ感情をしたためていたという。義の将と呼ばれるにふさわしき若武者の最後であった。湖北の雄浅井家はここに三代の歴史を閉じる。いや最後のギリギリまで感情したためてたって、まあいいエピソードじゃないですか。
そしてこのムービーとはまた別のまた別の話が。もう長間さん何回も死んじゃうよ。何回でも別れる人。なぜに兄と戦を。朝倉家に刃を向ける兄を見過ごすは義にもとる行いと申したいところだが、誠ではない。私の心は武士の魂を望んでいた。長政が天下に歯を唱える日を。されど兄上に従っていた数ある頼朝の一人で終わる。あの漫画の方の戦国の方がこういう解釈でしたね。まあこういう解釈の方が良いと思う。今風というか、なんか納得いくよね。長政様は私を思うてくださる心、そのような心が朝倉への義理にも劣るものであったかと。我が野心はそなたを妻に迎えた日に生まれた。そなたの愛に捧げるのならばこの首など惜しくはない。僕も戦国の安西編結構好きだったな。なんか朝倉への義理というのがやっぱりどうしてもね、どうしてもねっていう。いやー、浅井長政さん二度滅ぶ。二度滅んだ。いやー、信長の野望。まあちょっとここから。とりあえず生き残るには修復を入れて、まあでもちょっとどうしようかな。でもいやー、とうとう厳しいだろうな。とうとう厳しいだろうな。2100、いざ始めよう。修復を入れて、修復を入れながらこれを括弧へ気がする。僕は残れると思ってるんですけど、僕は残れるつもりだよ。許す、申せ。申せっつっても申せないんですけど。ああ、二部隊になっちゃうか。二部隊になるとさすがにまずいな。二部隊になるとまずい。一部隊ずつならね、倒せるんですけど。多分もう戦闘範囲に入ってる。修復終了。ダメだ、一回金ヶ崎明け渡すしかないか。いやー、無双ね、娘がね、サパッと生まれてくれればね、高虎残せるんですけどね。まあ金ヶ崎一回諦めたらいいんじゃないかな。いやー、お市の修繕便利だな。おい、ありがとう。お市愛しとる、超愛してる。待機出演回復上昇。そうなんですよね。城が囲まれておるぞ。2万はどうということない。城を失うとは情けなし。2万ごときは問題ない。安土必要だけど、安土は勝手にできるから大丈夫。僕が何をしなくても安土は生まれる。あ、おいちゃんね、結婚相手でもありますからね。いやー、これあれですね、いくつか朝倉の同盟を延長しなかったことと、朝倉の同盟を延長してしまったことと、
でも上杉ずっと敵地だったしな、あいつ。まあでもこれ余裕で守れるよ、これ。オダに落城イベント別にオフにしなくても大丈夫よ大丈夫、全然普通に負けねえし、そもそも。これも大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。まあ毎回修復したとして、まあでもテイク2行くか。まあ今日はイベントムービーも見たし、ちょっと悔いもあるんで、ちょっと明日からテイク2行きましょう。朝倉の同盟を延長しないことと東堂なんとかできないか、東堂大官に任命するとむしろ良くないって話ですよね。領地取られて抽選下がってから、そんな感じ。あと坂本城をね、取るかどうしようかね、迷うところ。坂本城と実際の取った後、上杉との同時攻撃さえ食らなければ坂本城維持できたんですよね。まあちょっとまた考えてみっか。よし、そんなわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。続けまた明日テイク2でいきましょう。それじゃ今日の配信これで終了になりますので、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。